やばいやばい、あーオールが、やべえ楽しいこれ。これちなみに中古で買ったやつね。中古で買って、元値が1万5000円ぐらいするんだけど結構安かったやつ。送料合わせて7000円。これ3人だよこれ。これはね4人くらいまで行けるか。いや大人4人いけそうだね。これ大人4人の画像が一番マストか。でかっ。これがコンペ。これは椅子かな。これあ、いけるね。それどう？いや、強力。強力？すごい。速くないこれ。速い。ただ、しんどい。お、できたできた。普通のコンペより全然楽じゃないこれ。速いんじゃない？もう OK じゃない？結構。あ、もう大丈夫。ねえ。早い早い。あ、ここはでも、ここ膨らんだように見た。あ、ほんまじゃ、ね、なんか連動してるのかな。あ、繋がってるの、繋がってるのかな。この動画を撮るにあたってちょっと考えたんだけど、まずあの、激流じゃないじゃん、うん、じゃし、これで無茶なことをやるっていう動画はもう我々年だけちょっとね向いてないと思うよ。前に前に持った重たいね、はい、あ、これね一応15キロ以上あるらしい。15キロ。海すごい大変だよな、こうやって川と海で。これとかもなんかつけるとこなんじゃない？違うのかな、こういうの、うん、なんかつけれそう、改造の余地はありそうですね。乾かないします。マジっす。はぁ、やろ。どうすか、今連れ出すか、あゆ。いや、わしは今。あ、そうなんすか。あゆはようかかる。へぇ、やるやる。このまま行けばいい。そうじゃね。今度左を漕ぐと、左を漕ぐと、うん、回転して。わ、すごい綺麗じゃない？だいぶいい速さの流れだ。そうだね、遅くもなく、速くもなく。ね、まあ、我々ぐらいの年にはちょうどいい速さだね。いや、これがね、20代、10代になるともう激流じゃないとってなるけど。そうですね、うん、30代、我々30代ですね。そうそう、これぐらいのね、ゆったりした速さがね。あの、ゆとりはね、あるくらいがいい。俺今日本当はね、クーラーボックスに入れてビール持ってこようかなと思ったよ。そしたら帰れんなと思って、やっぱやめた。あ、家にね。そうそう、家に帰れる。まあ、送って帰るもんね。いや、後ろでこう、なんかのんびりこう、ビールを飲んでダバダーみたいな曲流そうかなと思って。私がもしビールちょうだいって言ったらどうしようと思います。ビール飲めんだろ。私飲みますよ。あ、ビール飲めろ。そう、飲まんだけで。ああ。頑張ってこぎんさいって。いや、もうヘベレ系とかって投げとるかもしれない。何で千秋さん、ビール1本しかないもんとか。ああ、言うかもしれない。6本ぐらい持ってきといて。いや、もうこれすごいこうやって漕いで、すぐ帰るように。ちょっとそこセブンあるけど、おつまみ買ってきてっていう感じ。全部濡れた状態。この上が高速道路ね。高速道路ですね。高速道路の下をくぐります。くぐります。まだまだです。あ、なんかだいぶ使い方が分かってきた。これもちょうどいい長さなんかね。どうなんだろう。いや、ちょうどいいんじゃないですか。もう一セットあったらね、楽よ、ね、もうちょっとあとなんかこう固定できるような感じで焦げたらね。そうですね。うん。もっと初心者ですけど。お、お兄ちゃん。
こ見えますか？鳥？ちょっと激流っぽいところ見えますか？お、ほんまじゃん。父さんの行った道だ。父さんは帰ってきたよ。はい、激流入ります。やばい、激流ポイントだ。やばいやばい、なんか下がゴリゴリ揺る。やばいやばい、あ、オールが。やばいやばい、よし抜けました。降りましょうか。これね、ただね、もうちょっと行ったらね、そこから多分ガーッと流れられると思う。いやちょっと待ってよ。よし、行きますよ。オッケー。オッケー。もう、はい。うわぁ、やーべー、楽しいこれ。やばい、回転しろ回転しろ、右側をね、こいで。これ楽しい。正面、正面。あ、これまさか左側に行けばちょっと深いかも。あそこ行ったら深かった、右側。あっちか。おお。抜けた。今度は左側を。引っかかない。そうだね、左。いや、じゃあそこですよ、激流。あれが激流ポイントか。やばい。やばい。左を漕いで。左を漕いで。あ、ちょっと。ここちょっとやばいポイントじゃん、これ。すげえ、絶対しかも深さこれ4メートルぐらいあるじゃん。そうね。怖。あ、見た、見た。こういうことがあるけね、川っつうのはやっぱりライダージャケットじゃないわ。ライフジャケットをつけとかんと。いや、だって膝まで使ったら結構あれですよね。そうですね。右が焦げ。よし、私ちょっと上手くなってる。これ左側に右を漕いで、左側に移動して、今度は左を漕いで。来た来た来た。お、取れた。よし、来た。乗れた。よし。なんだよ、この達成感が。すごい。すごいね、山場を越えるたびに達成感が。上で少々、なんて体重移動しても、うん、あ、全然揺れんね。揺れないですね。うん、やっぱそんだけ頑丈になってるってことやろうね。だし、下も結構吸ってますよね。下も吸っとる、ね、よし。この辺も意外と深いよ。深いし、岩が怖いよ。そうだね。これしかも深いよ。ビールポイントです。どうぞ。ビール持ってきてないんよ。持ってくればよかった。上陸はせんけど、ここの例えば今左側に見えてるところ、はいはい、この辺とかも絶対寄ることないもんね、普段。ないですね。人が入っとる感じもせんしね。結構なんかマムシとかおりそうで怖いよね。蛇が絶対おると思う。マムシおったらね、つけられるもんね。ええこと考えた。これの次のね、有効活用する方法というか、はい、これ乗ってライブ配信したらいいんだよ。あ、そうですね。川下りライブ配信。
あ、晴れた。ここは絶対間違いないわ。絶対間違いないですけど、ここに入ってこれ。オンボードで食らうしかないね。ね。いや、すごい。至るところで鮎が跳ねるもんな。絵面だけで見たらディズニーランドに出てきそうな感じではあるけどね。そうですよね。なんかジャングルクルーズって、ね、こっちがね、これ上を映すと全然なんかジャングルクルーズじゃないところになってしまうけど、綺麗な川よね。当たり前すぎて、なんでこんなに人が来るかなって思うんですけど、うん、綺麗ですね。なんか降りそう。深いよ、これは。これ深いですね。相当深いと思う。うわ、なんか、あれ、犬神家みたいな。犬神家の一族みたいな感じだね。カラスな気がして。それはね、30代しかわからん話なんよ。30代、40代、50代じゃないと。犬神家はね、なかなかわからないよ。まあ、近いと逆立ちしようかな。ちょっと薄暗くなって感じがまたちょっと怖いんですけど。まあね。ゴールが見えてきたよ。あと500m ぐらい。いや、もっとある。もっとあるか。キロあるキロ。これはキロか。あ、お兄ちゃん後ろが光った。
ないです。ああ、その時間だったら一番良かった ね、あの虹色のライトアップ。